はい、皆さんこんにちは、浦方です。この番組は皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コラボ企画リクエストも随時受付中です。お気軽にご連絡ください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。さて、今回ご紹介する商品はもう被ってるんだけどね、こちら、はい、トゥルースペックブーニーハットマルチカム、マルチカムブラック、クライシャ、実物マルチカム生地採用、ワンランク上のブーニーハット。サイズなんですけれども、M サイズと L サイズ通展開となっております。一応ね、表記的にはここにね、裏に書いてあるんですけどね、こちらね、 M サイズの7の4分の1って書いてあるやつですね。頭の周りが55センチから57センチぐらいで、まあ、ちょっと伸縮はしないので、ちょっとサイズをね合わせていただきたいなと思うんですが、私が今これ被ってるのが L サイズ、7の2分の1っていうサイズですね。58センチから60センチ相当となっております。僕一応ね、ヘルメット、バイクのヘルメットとかは XL サイズなんで、59から61とかぐらいのサイズが、まあ大体一緒ですね。ちょうどジャストフィット。これよりね、1個大きいのだと結構ブカブカになっちゃうんで、気をつけてください。素材はナイロン 50%、コットン 50%、リップ、ストップ、生地、となります。カラーはこのマルチカムとマルチカムブラック、という通天開となっております。さて、トゥルースペックはアメリカの最大手のミリタリーブランド。2005年より米軍への ACU 正規納入メーカーになり、ますますクオリティが上がり、ワンランク上のミリタリーが体感できるブランドです。マルチカムは人間の目と脳が物体の形状、サイズ、色を認識するシステムが活用されています。人間の目の色を確認する箇所は非常に小さく、脳がその大部分を補っています。マルチカム独自の高解像度の迷彩パターンは、人間の目には背景と同化して見えるようにデザインされています。クレイ社の実物生地ということで、マルチカムブラックには、生地内にもねロゴが入ってるんですけれども、ちょっと見やすいとこあるかな、カメラだとね、ちょっと肉眼だとあれなんですけど、マークとか見えるかな。はい、ちょっとねおしゃれですよね、やっぱこういうね、普段は見ないようなところに、裏面でもね生地一緒に使ってるんで、こういうところにも入ってたりとかするんですけど、帽子のね内側、頭頂部のところにはねちょっと隠しポケットがあったりします。こちらはですね、撮影中はね地図を入れたりとか、あとサイリウムここにね挟んで、こう夜中のねこう合図にしたりとかっていうね使い方も可能です。サバゲーだとあんまやんないけど、あとねこの紐、この留め紐もうこの調整できるようになってるんで、風とかがね吹いてるとやっぱこれつけてないと飛んでっちゃうとかあるんですけど、でこれもね簡単なやつがついてるんですが、まあこれでも十分なんですけど、気になる方はこう押してねこう縮めるタイプとかっていうのを自分でつけちゃってたりとか、僕はねそういう風にしてますね。さて、今回ご紹介したのはトゥルースペックブーニーハット、マルチカム、マルチカムブラック。ここには模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受付中です。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。